湘南の風は爽やか、飲んだくらいです。いや本当ね、今日は実にいい風が吹いてるんですよ。この前ね、5月3日にね、鎌倉からここまで海岸沿い歩いた時はえらい風でしたからね、まるで台風かってくらいのね。なんか今日やればよかったなって、そんな感じですが、まあ先のことは分かんないんでしょうがないですね。で今日はね、東京ではね25度夏日行くって言うんですが、こっちはなんか 2,3 度低い感じで涼しいですね。やっぱり海の近くっていうこともあるんでしょうね。でしかも海の近くて風もね若干強いんでね、その風も湿度が軽いんですよ。だからもう最高ですね。でこの江ノ島、この前来た時はこの裏側の岩場を行ったんですよね。で今日はそのリベンジでその岩場をまた行っています。今回はちゃんと潮の時間を調べてきまして、16時が今日は干潮なんですよ。ってことはどん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 今から行けば潮が引いてくってわけで、前回よりももっと奥まで岩場を行けるわけです。ですから今日は、ね、岩場のもっと奥まで行けるとこまで行ってやります。では行きましょう。この時間ちょうど今昼過ぎなんですがね、まだこっちに来る人が多い感じですね。いや大盛況ですね。いやこれはいっぱいだね。確かね、去年の同じ頃にも来てるんですよね。4月の28だか9だかにね。その時はこう完全にゴーストタウンでしたからね。そこの鳥居をねちょっと行ったところで自撮りができたくらいですからね。いやこれは本当大盛況ですよ。これはうまそうな。いやこれがね普通のね江ノ島って感じなんですよ。これでもまあゴールデンウィークにしちゃまあ少ない方かな、うん、もうちょいねあと3割くらい多いんですよね、通常だとね。こっち行っちゃねダメなんですよね。今日は岩場でした。しかしこの階段から続くこの岩、昔はここが船着き場だったんでしょうかね。そんな感じですね。いかにも岩壁って感じですからね。もう今は橋ができたんで、これはお役目ごめんで、もうこのまんま風致って感じでしょうね。では戻りますか。今日はこっちから行こうかとも思ったんですが、前回こっちから行きましたね。じゃあ今日はあっちの対策、このね表からずっと裏の方へ回ってみましょう。うん、ちょっと350はなかなか手が出ませんな。いやでもうまそうですね。ビールたまんねえなこりゃ、うん、ここでビール食うってやったらね、いやもうそれだけ想像するだけにも頭の中でよだれが出てきますね。これもうまそうでたまんないよこりゃ。これはすごい。これはすごい。こんなにね人がごった返してるのはちょっとね予想外でしたね。せいぜい去年よりもちょっと増えてるかなって感じだと思ったんですが、いやーこれは本当にね、うん、江ノ島の休日って感じですよ。いつもはここ単車が溜まってるんですがね、今日はいませんね。うん、多分こう警官が見張ってるんで単車が溜まってないんでしょう。そういやもう警官の服夏服になってますね。まだ5月なんですがね、まあ、自衛隊もそうでしたけどね、一月早くね夏服着るっていうのができましたからね、まあ、警察はどうか分かりませんが、まあ、先を行きましょう。江ノ島の真のバスの終点まだ残ってますね。といってもこれ免許維持的に平日の朝8時303本1本しか来ないですからね、うん、これ乗りにくいちょっと辛いですね。オリンピックのせいでなんかやっぱり工事があるんでしょうね。9月4日まで通れないってことですか。あ、なんか工事してますね。
まあそれならしょうがない。さて、晴天島公園まで戻ってきたんですが、これをなんか行くと一箇所だけ階段が開いてて、そこから行けるって話ですね。まあ行ってみましょう。さあ、どっから行けるんだ。あそこから入れるんですね。なるほど。今んとこここ一箇所だけですね、入れるのは、この堤防にね。あ、よかった、出られますね。もうこっからすぐ岩場ですね。あ、今日は本当波もこの前に比べたら穏やかですね。これならなんとか行けるとこまで行けそうです。